あと2部あります。既視感、確かに既視感すごい。既視感、半身の休憩です。あの半身ではいろんなことをしてますからね。はい、あと2部行きます。だってあ、やばい、これレッスン着なのバレちゃう。うわぁ、触れないでいたのに私、あえて足乗せてレッスン着なのバレた。誕生日の日くらい、あんまり譲らないもん思ったのに。ねえ、見えちゃった。今日レッスンしてたのよ。第3部の記憶が、レイちゃんはチクチクが好きしかないんだって。チクチクが好き、チクチクが先が印象に、好きが印象に残ってるって。単発がいいって話です。15分だけ配信します。本当に姉ちゃん、お疲れ様です。全然です、ね、お腹空いてないですか？夜ご飯なんか頼みます？何もしてないですよ。逆に本当今日申し訳ないですよ。なんでよ、用意していただいてご飯。いや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 、姫なんで今日。かなちんさん、どうもありがとう。すごい変な感じする、さっきまで会ってたから。ありがとう。みなちゃん、緊張してうまく話せなかった。うん、ありがとうね。緊張して女の子。うん、かわいかった。話し会始めまして、そう、初めてお会いする方もすごく多くて、なんかファンミって、すごい、なんかファンミなら来てくれる人がいるのよ。なんか久しぶりみたいな。そう。言ってましたよね。そうなの、なんかオンラインお話し会との違いって何だろう、何なんだろう、何だろうね。確かに、みんなにとってのオンラインお話し会の違いって何ですか、気になる。あ、確かに定期的にやっていいのかな、こういうファンミ。うん、ありがとう。トークがあるかないか。ああ、前半のね。うん、でもさ、もうれいちゃんをさ今回呼んじゃったからさ、うん、もうお前一人じゃ物足りねえよって言われちゃうかも今度から。次一人になった時に。ね、それな、うん、何か CD そんなにいっぱいいらないみたいな。 MC 担当で出動しますね。卒業してもさ MC 担当で来てくれる。いいですよ。本当に全然いいですよ。え、来てよ、じゃあ毎回来て。全然いいですよ。私もファンの方は、うん、じゃあ元気か知れなかったら、あやなさんのファンミーティング来ればいい。やば。そしてじゃあで、私がお給料をレイちゃんに支払うね。時価で。生々しい、生々しい。卒業しても来てくれるって今日朗報ですね、レイちゃんの推しの皆さんは。卒業してから多分自分の SNS はやんないですけど、うん、全然表に出るのが嫌なわけじゃなくて、うん、そういうことね。レイちゃん推しの皆さんに拡散しといてもろって MC、 じゃあ MC で呼びます。何かあったら。全然、確かにバイト。バイト、バイトだね。時給2000円くらい上げてな。割良すぎるな。2000円いいですね。返事る人たちがたくさんいそう。いや、本当だよね。うん、私は全然、私もオファーします、もちろん。うん、姉ちゃんの MC 優秀、優秀。本当、今日全然仕事できてないですけど。なんで、ただの2人でお話ししちゃって、ただいてくれるだけでいい、ね。美味しい、ゆうき、うん、美味しいですね。スタバ買ってきてくれた。全然夜ご飯頼む、なんか、うん、で、ジョジョエのお弁当を頼む。
一切遠慮ない。あ、覗いてるよ、いいって。嘘です、嘘です。なんか頼んであげてください。私は大丈夫です、一個で。本当にいいです。そう、事務所の方がめちゃめちゃ優しくて。優しいです。今日もお昼もね、そう、サラダ、姉ちゃんがサラダ食べたいってからウーバーイーツでサラダ買ったので、レモネードもつけてくる。そう、レモネードもつけて、もう全部事務所の方が出してくれて、ごちそうさまです、ありがとうございます、姉ちゃんに何か買ってあげてくださいって。ちょっと私じゃない、そう、なんかファンミにね出てくれてありがとうってなって、焼肉おごるねって言って。そうです、楽しみにしてるんですか。もう私はもう経費で経費、経費で、何の経費ですか。あの経費で落ちますかって。落ちますよね。あ、落ちないんですか、焼肉代は。ほら、なんでですか。れんちゃんのだけ、あ、自分の分は自分で払えと。なるほどなるほど。じゃあれんちゃんがちょっといっぱい食べちゃったんですよって言って私本当ライスしか食べてないんですよって。それでいい。焼肉でライス食べる。それでいいですか。あ、それならいいみたいな。じゃあライスとドリンクだけ自分で払いますね。ドリンク代。ドリンク代。優しい。だから焼肉をおごろうかと思います。いい事務所です。あ、面白い。シミ、焼肉行くの。焼肉行こう、本当に。行きましょう。レイちゃんも事務所に所属した方がいいんじゃないとか言って。確かに。もはやね、そんなこと言っちゃダメよ、もはやね。午後の刀剣買った。あ、ありがとう。さっき抱負言って、確かに。そうですよ、さっきおごるって抱負言ってたのに。そうですよ、もう早速。あ、ひょうちゃん、ひょうちゃん、嬉しい、配信ありがとうだって。ありがとう、ひょうちゃん。来るかな、まみも。かっこ経費で思う。あやなさんが、うん。うん。あ、どうぞ。いや、オフィシャルグッズのこと、ショールームで言ってなかったと思って。お、確かに。まだ、バンって告知はしてないんですけど、うん、ファンミだけで今告知してて、うん、これ10周年のグッズ、発売が、決定しました、うん、イエーイ。可愛くない、センス良くない、私。白も、はい、さっきのこれが駅弁で、作法、これ舞台女優さきちゃん、もなかで私、りんご、ゆいりんご、目はもぎちゃんで、13期をイメージした T シャツデザインになっております、うん、他にもこれのステッカーとか、バンドとか、ペンライトとか、そういうのも、あとアクスター、缶バッジ、ブロマイド、あのみんな、そう、ショールームでね、なんか、めっちゃ何のグッズが欲しいですかって言って、なんかさ、なんだっけ、ハンガー発売されてたじゃん、 AKB で。福袋でハンガー、そうなんですか、知ってる。え、面白い。そういうのもアンケート取って、ハンガーってみんな欲しいですかみたいな、そう、あのアンケートめっちゃ活用した。ハンガーおもろい。ハンガー売られてたの知らない、私たち。知らないです、福袋に。え、おもろい、ハンガー発売してほしい。え、してるんだって。あ、してるのか。え、欲しい、自分の欲しい。自分の欲しい。そう、それでなんかアクスタとかすごい人気で、そうなの、アクスタマジで全部違う可愛さあって、マジで悩んで。そうなのよ、あのなんかアクスタとかの画像も全部私がセレクトして、うん、マジでもう超いいグッズしかない。アクスタいいですよね、連れてってください。でも缶バッジはめっちゃ不人気だったの、アンケートで、でスタッフさんに缶バッジ超不人気でしたって、スタッフさんに缶バッジは作ろうみたいな、なんかすごいご利用しだったから、缶バッジ、そう、なんか缶バッジも、あの、お願いします、缶バッジも買ってくださいな、スタッフさんご利用しの缶バッジ、あのカバンの内ポケット、そう、多分缶バッジ世代なんでしょうね。そう、中に、あ、な、中に、中につけて、中にね。いいんじゃないですか。アクスタはね、マジで全部いいし、全部いい、 T シャツかわいいし、あとスマホリングは今回作ってないですね。バンドもなんかアクセサリーが欲しいみたいなの、身につけられるものが欲しいって
言ってて、だからバンドも作りました。スタッフさんごめんなさい、頑張って見送りました。頑張っちゃ大丈夫ですって言ってね、頑張って不人気なんですけど頑張ってはいりませんって言ってる人がいっぱいいるよ。スタッフさんまでいじられてる。ちょっとだから頑張っていらないっすって、頑張って買わないかもって、頑張ってもはや逆。クルルンはバッグにレナッチさんの缶バッジつけてますよ。知ってる。そういう人もいるんですよ。そう、学校に、ほら缶バッジバッグにレナッチさんの缶バッジつけてってるから。缶バッジ見送る予定です。缶バッジ買ったよ、ありがとう。缶バッジ買うよ、ありがとう。でもそうですね、やっぱ私はペンライトが、やっぱペンライトがおすすめです、うん、ペンライトも可愛いんですもんね。ペンライトもめっちゃ可愛い。見た？見てないか。見てないです。めっちゃ可愛いって感じです、うん、もうイベント10周年のイベントもやることが決まって、うん、ぜひそのイベントにグッズ持って遊びに来てくれたら、うん、歌うらしいですよ。頑張って頑張って歌いますよ。ペンライト振ってください。お願いします。ペンライトピンクとブルー2つ買ってくださいと言われたんだけど言ったかな。だって2色の方がいいじゃないですか、ね、そう、私推し彩がピンクと水色だから。じゃあそれは絶対にしかも A はピンクだし、うん、まあ、B 水色だし、確かにちょうどいい、ぴったりな2色。確かにそうなんですよ、うん、絶対だって推し彩2色ですよね。推し彩2色だったらピンクだけじゃ分かんない、誰のかそう、そうなんです。2個あってやっと自分のファンって分かりますから。レイ様がそう言ってるので、はい、レスが来るかも分かりませんか、2色ないと。皆さんレイ様の言うことを聞いてください、はい、2色あった方がいいと思います、はい、うん、今日はレイ様、レイ様、本当にレイ様夜ご飯大丈夫ですか。あ、はい、なんかウーバーイーツでもケーキ食べたりしたんで、ね、あ、好きなもの頼みな優しい。レイ様選んできていいですよ。ウーバー見てきました。うん、行ってらっしゃい。レイ様の言うことは絶対。本当にいいですよ。叙々苑がない。え、本当に叙々苑？え？叙々苑？焼肉調べてくれ。焼肉弁当。なんなら叙々苑より美味しいかもしれない。私、うん、大丈夫、うん、大丈夫です。私も本当にそのレイ様、レイ様と下僕です。イベント全部レイ様呼びしましょう。レイちゃんの MC はね、3、4日くらい前に決まりました。レイ様の言うことは今日はもう絶対です、本当に。MC はあやなのアイデア。そうです、アイデアっていうか、はい、助かりました、れいちゃんが来てくれて。全然ですよ。だって寂しくな い, いですよ。確かにオンラインファンミ感じ、バースデーイベントやりますってなってさ、うん、ケーキとかさ自分で火つけてさ、うん、ハッピーバースデーっていうのも本当に悲しいなと思って、誰か来てもらえないですかねってなって、レイちゃんだったら呼びやすいかな。呼びやすい、そんな言い方はしてないです。そんな言い方はしてないよ。そんな言い方はしてないですよ。やっぱでも仲いい子がいいじゃないですか、うんうん、そんなレイちゃんなら来てくる、まあ、レイちゃんなら来てくれるかなと思ったけど、行きます行きます、後輩なら呼びやすいわみたいな、そういうノリじゃないですよ。レイ様なので、ありがとうございます、はい、4月からもバイトでお願いします。バイトバイトでお願いします。レイ様なのでもう最大限のおもてなしをさせていただいております。楽しいですよ今日、本当お仕事の感じしてないんで本当ありがとう、本当に。レイ様都合のいい女ポジだって違います。レイ様は姫なので決してそんなことはないです。あ、もうそろそろ15分になるよ。あれ、次の部は7時からか、うん、じゃあそろそろ順位読みますかね。ありがとうレイ様、うん、
13位、SAT、サトル、岡田さん。12位、山町さん。11位、宮尾さん。10位、新志な羊さん。9位、つっちーさん。8位、メジさん。なんか画面動かなくなっちゃった。うん、7位、マサト、ハッシュタグ、チームナンさん。6位、ウォーターメロン、あと、カプサダンさん。5位、オヤリン、あと、チーム、ちょっと動かなくなっちゃった。なん、チームなんかな。ずっとくるくるしてるよ。うん、全部急に最後の最後にね、最後の最後に、うん、でも読めるっちゃ読めるんですけど、おぎゃりんさん、4位がひろゆきさん、3位がすずっぺあらびもちさん、2位がかなちんさん、1位がひょうちゃんさんでした。かなちんさん、ひょうちゃんさん、たぶんありがとう、ありがとう。ということで次の部は7時からです。参加される方お待ちしております。バイバーイ。バイバーイ。切れるかなこれ、動かないんだけど。カメラどこなんですか？カメラここにある。え、細い。待って、動かないんだけど。やばい、切れない。終了ボタンを押しても動かない。もうスワイプして強制終了しちゃうみたいな。切れるかな。ありがとう。切れますかも、切れますかも。バイバイ。すいません、なんか、じゃあね、ただいま。多分切れます、これで。ありがとうございました。じゃあね。